はい、じゃあ今日もねキングダムハーツ3やっていきます。はーい、レッツゴーゴー。続きからね、エルサを探して、レッツゴー。綺麗。あれ、ここってアナが、あ、やっぱりアナがいるとこだ。あ、ギュッと抱きしめて、きっと優しくて PLT あったかくて、いい人なんだろうな。ほら、やっぱりいただろ。喋って歩く雪だるま。信じてなかった。おー、見ても雪だるまだね。よく見てみよう。かわいい空、ワクワクしてる。うわー、本当に動いてるよ。どうやって歩いてんだ。多分この足で。あなたたちは可愛い。オラフの知ってる人？うん、知らない。穴肌は青と緑とツンツンに知り合いはいないよ。ツンツンって俺のこと？ツンツンだよ。てか、なんで俺だけ色じゃないんだよ。俺の名前は空だぞ。あ、そう、緑のグーフィーだよ。緑のグーフィーだよ。私はアナ、知らない人だけど、悪い人たちじゃなさそうよね。クリストフ。俺はクリストフ。そしてこいつはスベン。スベン。クリストフの歌好きよ。ね、ツーのね。あなたたちはどこへ行くつもりなんだ。英語版ね。俺たちはこの不自然な冬を終わらせに行くんだ。そのために姉さん、エルサに会いに行くの。うん、姉さん。エルサ、僕たちもエルサに会いに行く途中なんだ。ん、姉さんのこと知ってるの？うん、ここに来る前に一度会って。歌ってた。何があったのか見ました。詳しく教えてくれないか。もしかしたら私は見ました。大変なことに巻き込まれてるかもしれないんだ、うん、姉さんが。それは本当なの？ママってこんな顔だったっけ。かわいくね。かわいいよ。いいわ。なぜかあなた、空って言ったわよね。空は信じられるって気がする。俺も同じ風に思ってた。あら、ちょっと長くなるけど、いい？うん、長いな。そうだ、スベンが腹を空かせてるみたいだ。俺たちはちょっと食い物を探してくるよ。行くぞ、スベン。ねえ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 、何が始まるの？何が始まるの？あ、さあオラフ、オラフが教えてくれるんじゃない。スベンと、ねえ、トナカイのスベンは？ああ、スベンも一緒だ。スベンも一緒なんだね。映画だとさ、オラフが教えてくれるよね、歌で。あれ2じゃなかったっけ。あ、そうだっけ、あれ2か。もうごっちゃになってる。私たち冷たい雪小さい頃はすごく仲良しだったの。雪だるま作ろう。あ、まさにかわいい。だけど、ある日突然、エルサは私を避けるようになったの。あ、あ、あ、え、エルサ、カンカンカカンカン。雪だるま作ろう。歌ってる。ドアを開けて。開けて。遊ぼう。姉さんとえ、あんなに隙間空いてんの。海外あるある。エルサの戴冠式の日、スカスカじゃん。久しぶりに会えて。断熱性ゼロ。昔みたいに話できると思ってたのに。すごい、かわいい。私のわがままで言い争いになって。これなんであそこ一本だけメッシュ入ってんの。え、エルサがやっちゃったの。姉さんは拒むように魔法の氷を放ったの、うん、私が怒らせてしまったせいだわ。全部説明してくれる。本当だ。ドアを開けて。今も歌ってくださる の？ 心配してるの。神田様が。愛はそばにいれば支え合える二人で。空たちの前で歌ってくれる。最高じゃん。全部これがいい。なんであの雪だけなんだろうね。でもアリエルも歌ってくれたよ。確かに。雪と氷だけ残してお城から出て行ってしまった。
ハラも。私はエルサを連れ戻したいの。エルサのこと大切に思ってるんだな。そうか、あの表情はそういう意味だったんだ。そうね、リクが前に姿を消した時と同じ。大切な人だからこそ出た、一緒にはいられない暗黒時代リク超髪の毛長い。アナならきっと仲直りできるさ。そうだね。うん、大変だ、来てくれ。ん、何があったんだ。見てくれ。ああ、うん、あれ、ラフの手、それがわざぎ。枝じゃない、まあ枝っちゃ枝だけど、オラフの腕なんだ。またバラバラになってしまった。え、バラバラ怖い。バラバラ平気だぞ。平気よ、雪だるまだもの。集めてくっつければ元通りよ。あ、怖い元通り怖い、面白そうだね。怖い怖い、あ、ひょひょ、その辺に散らばってるはずだから、その辺に散らばってるはずだから怖し、ほら、あ、出てきた。頭から出てきた。大丈夫だったか。このままずっと見つけてもらえないんじゃないかと思ったよ。なんでそうなったの。何があったの。え、どうやったらそうなっちゃうわけ。足が走るの。怖い。足跡とか残ってないのかしら。これだ、足。あった。見えるな。捕まえたよ。え、そうだ、大丈夫、寒いって。滝の、あ、これ滝なんだ。あ、あった。これ地獄ね。え、なんかちょっと歪んでるよね。よし、違うんじゃないの。大丈夫？ほら、壊れちゃいそう。いや、大丈夫。やっぱこれじゃなかったよ。これか。こんなところにあったのか。これじゃね？見つかってよかったね。なんかちっちゃく感じるけど、こんなもん。これで全部だよな。そこだよ。まあ、ボディ。そっか、本当だ。ボディ部分。雪だるま作ろう。これでよしだ。あの、なんか足りない。足らなくないかな。やっぱり足りないよ。うん、こんなもんだろ。ひどい。これでいいよ、やっと落ち着いた。花に、僕には立派な花がなかったかな。アナがつけてくれたでしょ。ソラ、花は見つからなかった。他になかったよな。これで全部だよ。鼻がないよ。すごい怖い、鼻がないと。スベン、食べてるでしょ、ペッてしなさい。だって落ちてたんだもん。そうだよ。俺たちも探してたんだ。食べずに見つけてくれてありがとうな。お安いご用だよ。仲良し。うん、最高だよ。結構奥まで刺さってる。やっぱり花がなくっちゃ ね。でもさ、なんでこんなことになったんだ。それが奇妙な動物。いや、あれは魔物だな。俺は離れていて助かったんだが、魔物はオラフをバラバラにしていったんだ。あ、そういうことね。謎だったんだよ。ハートレス、クリストフがやっちゃったんか。そのね、そう、どうやったらそうなるのって思った。来た。これね。こいや。また現れた。あ、もうバラバラは嫌だよ。ハートレスは俺たちに任せろ。アナとクリストフは先に行ってくれ。行ってくれ。分かった。え、でも。え、でも。よし、任せろって。ウェイ、アクセサリー装備数アップ。
俺たちも行こう。お、また歌う？かわいいんだけど。エルサの力で国中が雪と氷に包まれたの。国中が？エルサなら元に戻せるでしょ。いいえ、無理よ。やり方がわからない。できるはず。絶対できるよ。絶対できるよ。ありの。わあ、何やってんだバカ。ベルくっついちゃったの？おバカさん、それ痛いよ。あなたたちはお城に入ったみたいだな。あれマジでさ、シャレになんないよね。え、ノータッチなんだけど。怖い。やめて！ああ！アナの心臓が思い出したぞ。これ助けるんだ。OK？ あれ？まだ取れてないよ。あれどうやって取ればいいの？お湯で溶かすしかない。どうしたの？寒いって。大丈夫？心が。平気。なんでもない。でも、何か悲しいことが起きたような気がする。あなたたちが無事ならいいけど。うわぁ。やめて！殺しなさい！うわぁ！危ないよ。次はお尻が来るよ。ちょっと、人のこと投げるなんて絶対許せない。話してよ。落ち着けよ。いいからほら落ち着けって。あんな雪男ほっとけって。あれ知らないな。あすぐにはね。あ、当たった。ほら見ろ、あいつ怒らせた。ここは僕に任せて。逃げて。あーダメダメ、お前じゃないって。これじゃ何にもできないね。ここは俺たちに任せろ。かわいいよな。わあ。わあ！寒いでしょ、そんな。かわいそうに、そらちゃん。あれ順番逆じゃん。直した。あとはよろしく。あれグーフィーは？グーフィー？やっぱりブチャラティだったんだ。いいこと思いついたよ。やめなさいって。何しちゃったの？あ、そっか。スティッキーフィンガーであそこまで一瞬で移動したってことでしょ。そう、シュン。グーが活躍するぞ。やってしまえ、グー。すごい。いけ、グー。グーフィーボンバーだ。せーの、グーフィー、今だ。すごい。バチーン。すごい。イエーイ。かわいい。何そのポーズ。かわいすぎない？ここでやっつけるぞ。なんだこいつら。うわおらぁ見たかよっしゃぁ。危ないよ、そんな端っこ行っちゃダメだよ。やめて。何その顔。あなんだ。うわまた。え、一生懸命登ったのにまた怒ったよ。何回怒っちればいいの。雪ってふかふかだからさ、何度落ちても平気だよな。いや平気じゃないって、寒いでしょ。落ちてばあり。ほんとそう思う。もう一回くらい落ちるかもね。フラグ未来予知ができるグーフィー。あなたたち大丈夫だったかな。本当だよ、あなたたち大丈夫。
後ろにいてもあるかもしれないよ。そうだな。それに俺たちエルサに会いに行ったんだよな。会えなかったもんね。そうね。もう一度氷の後ろに行ってみよう。え、また行くの？マジか。しんどい。さっきのも雪だるま。エルサと違うよ。でももしかしたらエルサと関係があるのかもね。そろそろ来るんじゃない？ほら。ん？あれ、エルサだよな。あれ？エルサが連れてかれてる。あれ、あの人はあれだよね。あの人は誰だろう？サンドイッチおじさん。エルサの後ろの人が迎えに来たのかも？どう見ても、迎えに来たって感じじゃないぞ。そう。そうだと思うぞ。アナを騙した王子だ。それ、そんな変なラブラブの歌歌うやつ。うん。いや、ミニー急展開だった。追いかけよう。まさかだったの。びっくりした。ね。ね。ん？うわー！さっきのやつがワンパンだったんだけど。怒ってる。2パンぐらいになる。エルサを助けに行こうとしてるのかな。あいつは。そういうこと？お前、アナたちに何かしてないだろうな。うん、かわいい。ちょっと待てよ。エルサ。お前もエルサを探してるのか。待てって。俺たちもエルサを探してるんだ。悪者にさらわれたんだろ。え、そうなの？かわいい。きっとエルサを守りたかったんじゃないのかな。じゃあ俺たちと一緒に行くか。そうだ。だって俺たちもエルサを守りたい。同じだろ。エルサを探しに行こう。かわいいです。かわいい。そうだ。そうだ。とても友達になれるのが空のいいところだね。そうね。ドナルド、グーフィー、置いてくぞ。待ってよ。かわいい。うえーい、仲間が増えた。やめろって。ほら、降ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて。一緒に行ったらクリストフが驚くから。ダメだスベン、城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ！ソラ！大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。なんで？アナは？アナはさっきの恋人がね。アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？なんで？雪だるま作ろう？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返したんだ。ハンスか。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？あら！俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきり。お似合いだったよね。僕と天使踊るのは踊るな。リア充アピール。リア充アピールされたドナルドに。アナ。エルサ。エルサ。エルサいた。エルサがあそこにいるのか。行くぜ。そういえば町には行かないんだ。エルサとアナがあの城に。
急ごう。これで行くのか。うん。レッツゴー。吹雪が強くなってきた。寒いよ。どこかに隠れられるところはないかな。気をつけて進もう。うわー。他人を見て。吹雪を防いでくれてるよ。さすがだぜ。さすが。よし。吹雪が止んだぞ。エリサとアンナ、大丈夫かな。やばそうだよ。急ごう。歩いていけるんかね。ね。あの距離か。ずっと徒歩だけど。あ。あ。あれ？真っ白になってる。心に刺さったから。アナ。やめなさい。アナ、いやあ、ダメー。あーあ、すごい。え、凍っちゃった。え、もう間に合わなかったってこと？アナ、どことも喋らなかった。だってあの、あんたバカに操られてるでしょ。なんだ、うん、闇がまた割りついてる。あー、沈んでる。え、またいろんなとこに。どこ？絶対、私は。え、どこ？え、なにそれ。うわー、ボス。え、なに、なに、ちょっと待って。え、なに、ゾイドじゃん。いやー、かっこいい。ゾイドだ。え、ゾイドじゃん。なんで急に飛んだ。いや、でもワンパンだから。わからない。わからないけど、やるしかないんだ。やるしかないんだ。行こう。倒すぞ。ウェイ。すごいゲージあったんだけど、見た？つぶつぶな数やばい、ね、やばい。え、なんでこいつをさ、ボスもワンパンなの。ね、ワンパンでラスボスだけなんだよ。そうなんじゃ。ラスボスもワンパンだったらどうしよう。え、すごい。え、守ってくれるの。ダメ、ありがとう。ダメだよ、死んじゃうよ。だよ、溶けちゃう。あ、飛ばされちゃうの。あ、絶対冷たい。顎がついてるもん、氷に。超寒いぞこれ。ね、だって指先だって開いてるんだよ。手袋。あれ、いなくなっちゃった。あれ、時が止まってるみたい。あれ、兄弟愛なんだっけこれって。そう、クリストフじゃないんだっけ。うん、溶けてる。いいよ、いい感じ。いいよエルサ。もっとギリしてエルサならできる。素晴らしい。あー、ヒュートン抱きしめて。君のためなら。あ、かわいい。溶けてもいいよ。ファハオオン。うわ、今度は何？え？なんで？え、なになになに？いいシーンだったのに、見せてよ。うわ、出た。愛が心に光を照らしたようね。いやだ、邪魔すんな。想定外だけど、この世界には2人もいたわ。神セブンが？嘘でしょ。新神セブン。そうだし、お前たちは何がしたいんだよ。そうだ。ああ、
もうマールーシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。動きが、さっきも言ったけどニューセブンハート出た出た神セブンね。あんたたちが仲間を引き揃えられなくても私たちの計画通り進めるためサブメンだって。他の世界の人たちを巻き込むな。そうだ、ずいぶん男らしくなっちゃって。お姉さん嬉しいわ。うわお、お姉さん。でも巻き込みたくなかったらちゃんと7人の守護者を揃えることね。あーやっぱ合コンが必須なんですね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。誰だ、なんで。誰、最近王様と電話してねえからな。ね、13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければエルサとアナが危険に。やばいぞ、ソラ。一気に2人の神セブンが。大丈夫、2人は強いよ。僕たちも負けてられないね。かわいい、その動き。そうだな、さっきの力があれば。アナ、エルサ、私を助けるためになんてことするの。大切な人だから。あ、真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。溶けちゃんだよ。愛は氷を溶かす愛。エルサ、そうよ、愛よ。今そこ溶けたらやばかったりしないですか。大丈夫ですか。海の上とかじゃないですか。スターを引きちぎったの。船が上だったみたい。船が上だったのか。わー、綺麗。すごい。あら、あの町には行けないのかしら。オリエンデールの町に行きたいわ。わー、綺麗。え、一回なんでギューってしたの？綺麗だから？天才演出家。イマジニアだから。すごいわ。めっちゃ綺麗。アレンデール。もうちょっと。終わっちゃった。え、なんか後半めっちゃ走られたね。戦うだって闇の世界に引き込まれるんだもん。ね。雪だるま作ろう。え、でもそう、2曲も聴けたよ。あ、久しぶり。このカップね。うん。うん。お、遅くなってごめん。うんうん。急に呼び出されたの。ごめんね。何？お。13機関はもう13人揃ったって言ってた。言ってた。鵜呑みにしていいのかな。確かに見栄を張ってるパターンもある。合コンでよくある。まだ頭数揃ってないけどって。そう、あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。可愛い、お姫様って言い方が可愛い。かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。世代交代してるってこと。そう、純粋な光の心の持ち主をニューセブンハートとして探しているようだ。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか。そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者として空と一緒に戦う道を選んだんだよ。ということは、そっか、じゃあカイリは入ってない。まだ見つかってません。でもバニタスが言ってました、空の中にベントスの心があるって。そうね、賢者アンセムの記録にも記されていましたから確かな情報ですよ。うんうん、それならベントスを助けられる。本当？でもベントスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さない。心をたどればいいんじゃない？空、ベンティスの心。
俺が行くよ。アクアに？いや、でも空は目覚めの力は取り戻したのか。あ、いえ、多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。そっか。でも爆笑だったみたい。つぼったつぼった。いや、やっぱりエンシッド様が言ってた通りだから。何何？空なら無謀に乗り込もうとするって。あ、そんな話してたのね。爆笑じゃん、みんな。俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから。ミッキーの笑い方すごいバカにされた気分になったの、うん、私。あら、ありがとう、お兄ちゃん。でもなんかイケメンになってる。まずは目覚めの力を取り戻すんだ。腕出てるんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから、後から追ってくれ。そうだね。待って、アクア早く助けてあげて。本当なんか変なおじさんに変なことされたから。でも一生年取らないって旨味を覚えてしまったから。確かにジュルリってしてるかも。無理というか無茶ですけどね。かわいい。エンシッド様の言うことは聞かないのに、リクの言うことは聞くんだね。全部聞こえてるよ。ほら。では引き続き空は力を取り戻す。すごい響いちゃった。ね。王とリクはアクアの近所迷惑になっちゃう。近所迷惑だよこれ、ちょっと。通報されちゃう。はい、お、出た、合コン会場セッティングされてる。うん。なぜ機関に戻った。お。かつての相棒に冷たいじゃない。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん、なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。そうだよね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。なるほど。元々の13期間の結成もだっておじいちゃんになるんだもんね。ゼアノートの器を13集めるためだった。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。いや、前も乗っ取れてないし、やめといてもいいよ。スズムもこっちにいるの？なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。マルちゃん。それにしてもあんたみたいに役立たず使うくらいだったら、鍋でも器にした方がマシよ。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。スズム、あんたどこの世界にも行ってないでしょ。何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。あ、そうなの。え、サイクスがビクセンを連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの。いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。俺はレプリカの補欠なんだから。やばい、14人も揃ってるよこっち。やっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカすごい本気じゃんね、おじいちゃん。忘却の城で使ったリクレプリカは試作。はい、リクレプリカ。空の記憶から作られたレプリカは機関のあれもレプリカ。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいとき、空の記憶から作られたレプリカって何。まだらしい。シオン。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。あら、あら、感じ、感じ現る。ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備が不十分となる。ほら。なるほど。なるほど。こっちはもう作戦会議までびっちりよ。ちょっと指ささないでよ。ちょっとアクセルたち何やってんのよ。ナンバー6までは、もともと賢者アンセムの弟子、
そこに7と8が加わる、はい、13番目のロクサスはキーブレード使いだった、はい、でもお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか、うん、なんで強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。何の目的？末席の私はまたのけもの。ああ出た。あの人だけ違うルールで戦ってくるんだよな。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が優位だからな。任務カードゲームおじさん、シグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは同窓会というわけでもなさそうだ。あ、やっぱ同窓会。この4名の中にいるイニシエのキーブレード使い。キーブレード使いがいるの？4人の中に。イニシエのキーブレード使い。すぎすぎ？すぎすぎの元にいた人たちじゃない？はーい。というわけで終わりました。イエーイ。アナ雪歌が良かった。おしまい。おしまい。